も。大島優子さん15歳、ゆうちゃん元気で明るい女の子。そして横山瑠璃香さん12歳、ルリ、プロジェクト初の小学生。はじめまして。はじめまして。北川くんはどん。大島さんはドラマなど演技実績抜群です。可愛いでしょう。横山さんですが、すごい新人が現れちゃいました。小学6年生に見えますか。はい、大島さん。はい、すごいですね。東京とは、ね、庭付きの一戸建てを持ってるって感じ。それね、番組ドラマの、はい、で横山瑠璃香さん。はじめまして。はじめまして。水泳が得意だという。はい、結構泳げる。個人メドレーは行けます。あの平泳ぎブレストってさ、こうでこうやって、はい、こうやってんだよね。いや、それはやらない。あれ今回、はい、お仕事初だそうです。あ、そうなんだ。はい、初めて。初めてです。この、プロジェクトが最初だということは、はい、こうか不幸かこうだから、こうでしょ、こうか不幸かこうだから。2人に質問したいと思うんだけど、はい、2人ともさ、おでんって好き？ちょっと待って。おでんですか。おでん、おでん。冬はおでんだろ。冬はね、さすがに冬場はね。おでん好き？好きです。好きだな。はい、頑張りましょう。はい、ね、よろしくお願いします。お願いします。早くも第2期メンバー2人が決定した高見プロジェクト、今年も目が離せない。